ハイブリッド。増備されている。京浜急行バス、栗浜営業所は、神奈川県横須賀市にある京浜急行バスの営業所。京浜急行電鉄栗浜工場に隣接した場所に車庫を所有し、JR 栗浜駅、京急栗浜駅、北栗浜駅、YRP の美駅を発着するバス路線を所管している。 1944年8月25日に開設。これは、浦賀駅付近にあった浦賀営業所が移転、解消したものである。浦賀三崎間には、大正時代から乗り合い自動車の運行が複数の事業者により行われていた。すなわち、この路線の経由地である栗浜にも早くから乗り合い自動車が走っていた。これらの路線を運行していたのが、三浦自動車及び、 臨海自動車の前身である、柳瀬自動車である。全国乗り合い自動車総欄には、三浦自動車は九百二十一年六月二十日、柳瀬自動車は九百二十三年九月十七日開業と、ある。さらに、横須賀市内で乗り合いバス事業の整備統合を進めていた、横須賀自動車が、九百二十七年五月に、横須賀駅裏側間の路線を、上空電まで延長し、 栗浜を通るようになった。この路線は1932年にはさらに、三崎まで延長されている。また、横須賀自動車は、浦賀町屋とに、浦賀出張所を設けていた。これとは別に、湘南電鉄が直営で、浦賀駅、栗浜ペルリ記念碑前館の乗り合い自動車、営業免許を得て、1931年3月より、自動車2両を用いて、運行を開始した。 一方で、昭和に入ると、京浜電鉄主導のもと、事業者の買収など、整理統合が行われ、三浦自動車と臨海自動車は、湘南半島自動車へ、横須賀自動車は、湘南電鉄へとそれぞれ整理統合された。浦賀三崎線は、湘南半島自動車の三崎営業所と、湘南電鉄の浦賀営業所がそれぞれ運行した。年頃の浦営業所の、 所管路線は、浦賀駅、鴨井線、浦賀駅栗浜線、浦賀駅三崎線の3路線であるが、このうち浦賀駅三崎線の全線と浦賀駅、栗浜線の一部は、運行を休止している。車両数は15台であった。選挙区の悪化に伴い物資、人員の不足をきたし路線の縮小が行われる中、1944年8月25日、 浦賀町大が谷にあった浦賀営業所が、内川新殿八万栗浜1544番地へと移転し、栗浜営業所と改称した。1948年6月の京浜急行電鉄発足時の所管路線は、栗浜駅三崎線、栗浜駅大城宮田線の2路線であった。同年八月十八日には、三浦営業所が新設され、栗浜営業所は、木の傘、 三崎両営業所とともに三浦営業所の支所となった。しかしこの体制は長くは続かず、1954年3月12日には三浦営業所は廃止された。これにより、絹笠、三崎両支所は営業所に昇格したが、栗浜だけは三崎営業所栗浜支所と支所のままであった。再び営業所に昇格したのは1963年のことである。 この間、浦賀駅、鴨井線の運行が再開されたのをはじめ、浦賀栗浜岬方面の路線の復旧が図られた。また、栗浜駅栗浜海岸線、栗浜駅木野ヶ崎線、栗浜駅東電、延び海岸線など新たな路線も新設された。昭和40年頃になると、住宅開発は横須賀市域各地で盛んに行われるようになり、栗浜営業所管内では、 森崎団地、岩戸団地方面への路線が新設され、通勤通学輸送を担った。これにより、今まで、栗浜駅付近を中心に、東西南北へ、線上に広がっていた路線が、徐々に面的な広がりを持つようになった。また、1973年12月28日には、手狭になった京浜栗浜駅前の営業所、社交、池田町に新築移転した。 昭和50年代には、通信研究所、新岩戸団地、栗浜工業団地、ハイランドなどへの路線が新設され、さらなる路線の充実が図られた。一方で、運行の効率化を図るため、1989年10月16日より、三浦海岸駅鶴木崎線を、三崎営業所へ、浦賀駅観音崎線、浦賀駅かもめ団地線を、堀内営業所へそれぞれ移管し、 京急栗浜駅、三浦海岸駅線を廃止した。これにより、国道134号の伸び台上宮田間を走るバスがなくなったが、新たに、伸び駅岩戸町内海岸絹笠十字路線、伸び駅通信研究所横須賀市民病院線の運行が開始された。1997年10月1日、横須賀市光の丘で開発が行われていた。 横須賀リサーチパークのうち一部施設がオープンしたことを受けて、最寄りの YRP の美駅から YRP までの路線が新設された。以降、YRP の開発が進むにつれて、路線数や運行回数も増加し、また運行される車両も大型のものが多く、投入されるようになった。IC カードパスモについては2008年12月1日に導入した。 栗浜営業所管内の運賃は待機路運賃制であるが、次の区間ではワンコイン運賃のサービスを実施している。ただし、現金での支払いに限る。遠隔京急栗浜線北栗浜駅と YRP の美駅を結ぶ路線で岩戸団地への輸送を担う生活路線である。また、折り返し便として、絹傘十字路へも足を伸ばす。全者は、 岩戸団地を経由する便としない便とがあるほか、岩戸団地を循環して再び北栗浜駅へと戻ってくる大矢部、新岩戸団地循環もある。一部便は出入庫のため JR 栗浜駅まで足を伸ばすが、基本は北栗浜駅発着である。路線は当初岩戸までの運行であった。これは岩戸から先の道路が未舗装で状況が悪かったためで、 特に小木坂付近は雨が降ると人でも歩くのが困難だったようである。神奈川県道27号横須賀葉山線の整備が進むにつれ、淡田、のびと路線は次第に延長された。一方、北栗浜駅付近は当初風早森崎一経由で運行されていた。しかしこの区間には横須賀線の踏切があり、ラッシュ時は 道路混雑が激しく定時運行が困難であった。そのため、森崎大橋開通後は、同区間を踏切のない森崎大橋経由に変更した。遠隔森崎線は、北栗浜駅から森崎団地を経由して、絹笠十字路まで達する路線である。朝夕は、途中の北栗浜駅方面からの森崎リアンシティ止まりもある。 私立高校が移転してしまったため学生の利用が減ってしまったものの、京急線への足として機能している。一部便は JR 栗浜駅まで行くが、本数は多くない。浦賀駅始発京急栗浜駅行きの案内表示遠隔浦賀線は、京急本線浦賀駅と京急栗浜駅を結ぶ路線であり、一部便は JR 栗浜駅に乗り入れる。 浦賀三崎で乗り合い馬車の運行が開始されたのは1915年以前である。大正末期までに三浦自動車、柳瀬自動車によって同区間にバスの運行が開始された。この航路より多くの路線バス事業者が乱立し、横須賀駅浦賀三崎など、浦賀栗浜大城宮田方面に多くの路線が開設された。一方これとは別に、 湘南電鉄自動車部が、浦賀駅栗浜海岸、ペルリ記念碑前間の運行を1931年に開始している。その後、湘南電鉄は、横須賀自動車、湘南半島自動車を合併したため、戦術の路線群も継承された。戦中、戦後の休止を経て、1948年の栗浜駅浦賀駅間の運行が再開されて、以来、 再び路線を南に伸ばして、三崎方面まで直通させた。しかし京急栗浜線が延長されると利用者は減少し、1989年に栗浜駅、三浦海岸駅間を廃止、同時に栗浜営業所が担当していた三浦海岸駅鶴木崎線を三崎営業所へ移管させた。また、浦賀線の間合で運行された、鴨も地区の観音崎線、鴨目団地線も、 平成元年に堀内営業所に移管された遠隔京急栗浜駅から海側へ向かっていく路線群をまとめて市内線と呼びこれらの路線は組運用となっている久し3系統は古くは横須賀駅からの直通便があったが現在は京急栗浜駅発着になっている久し4系統は後述する YRP 方面の路線の出入庫路線でもある 久しな系統は終点の栗浜港で東京湾フェリーに接続するため観光シーズンになると直通の臨時便が運行される遠隔遠隔北栗浜駅から栗浜工業団地を経由して京急栗浜駅へと至る路線である遠隔遠隔 i r p 伸び駅から通信研究所を経由して横須賀市立市民病院に至る路線である伸び地区から 市民病院への通院利用者が多い。市民病院線開設時、V1 竹山通信研究所間のローカル運行もあったが、1992年に廃止された。なお、竹山での折り返しは、現在 AB 竹山県のところに折り返し場があった。遠隔研究が開発した、横須賀リサーチパークへの足を確保すべく開設された路線である。平日朝夕のラッシュ時には、 数分間隔で運行されている。一部路線においては、横須賀市などが実証実験を行った非接触 IC カードである街づくり総合カードに、あらかじめ一定金額をチャージしておき、バスに乗車できる、ワイ RP、IT パスポートサービスが提供され、専用のカードリーダーが車両に装着されていたが、2006年2月にサービス終了し、2006年8月をもって、 チャージ額の払い戻しを終了している。遠隔木ヌガ線は、JR 栗浜駅から国道134号、神奈川県道27号横須賀葉山線を走り、JR 木ヌガ駅に至る路線で、全線 JR 横須賀線と並行していた。一番多いタイプのステップバス、京浜急行バスの中では、東京地区の大森営業所と並んで、 一般路線用の長弱車が多い営業所の一つであり、特に YRP 路線開設時に差しの長い車が多数投入、転属されている。また栗浜営業所の一般路線車は独自仕様として一部の車両を除き車体側面の裾部に白色の反射テープを装備している。これは栗浜から転出した車両もそのままで。 大森営業所などに所属する車両で反射テープを持つ車両は栗浜からの転属車であることがわかる。メーカーは横須賀市内の他の営業所と同様にかつては日野車市と地元神奈川県に本社があった帝国自動車工業ボディの組み合わせが選択されてきたが1990年代後半以降日野車の納車が減った。2000年代に入ると 京浜急行バスグループ全体で、イスズエルガの L クがメインとなり、栗浜にも納車されている。J バス主導で、エルガの同型車となった、日の、ブルーリボン2、ブルーリボンのディーゼルエンジン車は、他の横須賀、三崎地区の営業所と違い配備がなくなったが、2011年からは、BRC ハイブリッド車が投入されるようになった。この結果一般車は、 BRC ハイブリッドとエルガに集約される格好となった。大半がワンステップ車で横須賀市の女性によるノンステップ車が20台以上存在する。長尺車は4枚折り度を備える日の BRC ワンステップ車が存在する。1990年代のワイヤー RP 路線、開業直後には大森営業所や羽田営業所から三菱エアロスターが転属したが、 経年により除籍されている。貸切車者は元東洋観光の三菱扶装、エアロバスが一台配置されている。ありがとうございます。